1月21日真っ昼間、東京中野刑務所で受刑者2人が看守を殺し脱獄するという凶悪な事件が発生。窃盗罪で服役中の清水義平、武藤輝夫の2人がバールで看守の柳瀬さんを殴り殺し現金を強奪、逃走したものです。直ちに野方署に置かれた特別捜査本部では犯人の清水、武藤の2人を追及して600名の警官を動員、非常警戒に入りました。夜に入り刑務所付近は密集した住宅地のため、追い詰められた脱獄囚の凶行を恐れて恐怖の街と化し、地元新井町では民間の自衛団を組織して徹夜でパトロールに当たりました。恐怖の一夜が明けた22日午前9時ごろ、16歳の森島少年が王子駅近くの映画館前で犯人の一人武藤を発見、直ちに王子署員に逮捕されました。二人は逃亡の一夜を土管の中で明かし、映画館の暗がりへ紛れ込もうと待ち合わせる寸前捕まったものです。武藤逮捕の後、さらに清水も北区内の下川タバコ店から電話で自首したところを王子署員が逮捕、警視庁へ送られました。かくて24時間にわたる逃亡の報酬はたった酒4本という血迷った日本版真昼の脱獄でした。